今日道内では482人の新型コロナ感染と4人の死亡が確認されました。500人を下回るのは去年の7月4日以来です。感染者の内訳は札幌市が207人で、その他の地域はいずれも100人未満となっています。道は今日対策本部会議を開き、イベント開催について大声のありなしにかかわらず収容率の上限を 100% とすることを決定しました。また本日のマスクの適切な着用など基本的な感染対策を前提に今日から適用されます。